コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、ちょっと一風変わった、商品ですね。まあね、これも、前回の動画と同じ丸橋カメラで買ってきたんですが、はい、こちらになります。はい、ジョジョの奇妙な冒険キャラポス、はい、キャラポスシリーズです。はい、キャラポスコレクションね、全12種類。はい、こちらの、第5部黄金の風のね、ジョジョの奇妙な冒険。こちら今アニメでやってますけど、自分ね、結構前の動画とかでもね話してます通り、ジャンプキャラクターが大好きなんですよね。もちろんね、ジョジョの奇妙な冒険。大好きです、はい、なのでね、買ってきました。絵柄はね、こういう感じで、主要キャラクターですね、うん、まあ、ブジャラティファミリーって言われてるね、この6人、はい、に、ポーズ違いの6人、はい、この構成となっております。まあ、どれがどう組み合わさってるのかっていうのはね分かんないですけど、2枚入りです。はい、ポスター2枚入り。あ、もちろん狙いは、このジョルノ・ジョバーナ。ジョルノ・ジョバーナかブローノ・ブチャラティ。これがね、狙いです、私の。うん。はい、そこら辺を、狙ってね、この540円したんですよね。丸橋カメラさんからね。はい、ではね、早速ね、一応もうここ切ってあってね、封開けれる状態になってます。早速ね、これ実はね、もう一個買ってあります。はい。なので、4枚ご紹介できると思います。ではね、1枚目。1枚目っつうか、1箱目？うん。まあ、どういう感じで入ってるかまだわかんないんだけど、あ、ちょっと見えちゃったな、これ。ちょっと水色が見えたね。あー、ミスターかな。あ、でもわかんない。このジョバーナの可能性もある。まあ、とりあえず、出します。どうやって出そうかな。2つ入ってんだよな。こうで、どうやって出したら、あ、これ紫見えちゃった。じゃあいきます。こうか。じゃあいくよ。これ1枚目なのかな。いきます。1枚目、せーの。あ、きっジョルノ・ジョバーナ来た。嬉しい、これは。うわ、めっちゃいい。あのね、ジョルノでも、このポーズ違いのこっちの方が欲しかったんですよ。いや、これすげえいい。やったラッキー当たりだね。あ、これのあれ水色だったかしらね。ジョジョ。いや、これさ、当たりだよ。ラッキーやったね、ジョルノ。はい、続いて2枚目。これね、多分離せばポーンってめくれちゃうんで、いきますね。ブチャラティ、ブローのブチャラティか、ポーズ、普通のポーズのジョバーナ、いきます。せーの。あー、はい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 、パンナコッタね、パンナコッタ風号、パンナコッタ風号か。これは普通の、あ、じゃないな、ポーズ違いか。あ、これポーズ違いの場合はポーズ違いの別のキャラが入ってるのかな。うん、どういう入り方なのかわかんないけど。あー、風号ね、風号か。うん、まあまあまあ、あ、これは当たりですね。いやー、やったね。じゃあぜひね、もう一つはこの普通のポーズ、普通のポーズっていうか、ジョジョポーズのね、ジョジョたちの、うん、ジョルノか、ブチャラティ。いや、こっちのブチャラティがいいな、狙いは。うん。どうなんだろうな、ナランチャもいいけどね。うん。よし、
行くぜ。今度は分からずに行きます。よいしょっと、もうひっくり返したら分かっちゃいそう。あ、もう黄色が見えたか。あ、もう見えた。行く、もう行きます。せーの、じゃん。あー、ミスターか。はい、グイードミスターですね。いやー、これはなんだ、どっちだ。あ、これは正ポーズですね。はい、通常のポーズっていうことは、おそらく通常の方の何か別のが出てると思う。どういう入り方かは分かりませんが、よし、行くぜ。行きます。ちょっとこれ行きます。せーの、ポン。やっとブチャラティ来た。ブチャラティ来たぜ。あ、まあ、正ポーズの方のブチャラティだけど、お、やったね、ブチャラティ。もうやった。いいね。スティッキーフィンガーズが見えてますね。あれ？あれなのかな？これ、正ポーズの方はスタンドが見えてる？あ、まあ、ミスターの場合は、あ、あれだな。あ、ミスターの場合もあるね。セックスピストルズ。え、こっちが出てますね。お、なんだ、あれ？通常ポーズの方には、スタンドは、あ、スタンドは出てないのか。うん。あ、もう一つのポーズ違いは、スタンドは映ってないんだね。あ、なるほど。そういうことか。うん。まあ、そうだね。スタンドが映ってないわ。ああ、なるほど。そういうことか。まあ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 、でも全然 OK ですよ。はい。ということでね。うん。いやー、結果的に欲しいキャラは出たんでね。自分的には OK っちゃ OK ですね。いや、でもなんかコンプリートしたくなってくるよね、こういうのって。キャラポスのあの専用のエンスカイから出てるあのコレクションアルバム、あれを買ってね、収納したいなと思ってるんでね。うん、ちょっとこれから集めていこうかな、キャラポス。はい、ということでね、今回は、こういう感じで終わらせていただきたいと思います。まあね、ジョジョキャラクターが大好きなんでね、これからもどんどん別の、ドラゴンボールやワンピース以外にもね、ナルトとかね、まあそういうのもどんどん紹介していきたいと思います。ではこの機会にぜひね、チャンネル登録、あとね、いいねボタン押してください。よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。